これでよしっと。そろそろ収穫できそうだな。やぶの方から音が。なんだろう。やぶの中からちっちゃなウサギさんが。よし、誰もいない。今のうちに。これはそのお母さんになるためでして。お母さんって言っても本当のお母さんじゃなくてですね、あくまでお母さんの代わりと言いますか。はい、こまめって言うんですけど。心配そうにしなくて大丈夫だよ。お母さんいじめられてるわけじゃないからね。はい、そうです。畑仕事をしてる時に見つけたんですけど、お母さんウサギは見当たらなかったから保護して。いつもはお部屋でお世話してるんですけど、少しお外の空気も吸わせてあげたいなって。はい、お母さんウサギになろうと思いまして。実はこの子、最初は全然懐いてくれなくて、それで副司令に相談してみたら、あなたもウサギさんになればいいんですよ、すぐに装束を用意しますねって言われて。はい、びっくりするくらいうまくいきました。抱っこしてほしいの、こまめ。いいよ、おいで。そんなにくっつかれたらくすぐったいよ。まあ、こまめは甘えん坊さんなんだから。こまめ、主様にご挨拶しよう。ほら、よろしくお願いしますって。いきなり撫でようとすると危な。こまめ、噛んだりしちゃとも仲良くしようね。今度からそっと向いたり噛んだりしたら目だからね。もうこまめ、不満そうな顔しないの。ところがあって、そのこんな夜更けに付き合ってくれてありがとうございます。やっぱりこの格好あまり人目につきたくなくて。そうですね、ちょうど夏に植えた西洋人参が収穫できるので、それをあげようと思います。あとは葉物も収穫しようかと。私も本を読んで初めて知ったんですけど、
実は人参だけだと栄養が偏ってしまうそうなんです。だから葉物もあげようって思ってて、人参と同時期に植えてたのがそろそろ頃合いなんです。あ、それからちょっと時期じゃないんですけど、うさぎさんは大根の葉っぱなんかも好きらしいですよ。飼育の本を探し回ったりとちょっと大変でしたけど、こまめのお母さんとして健康には気をつけてあげないといけませんから。ごめんね、こまめ、お腹空いてるよね。すぐに取ってあげるから。もうすぐにすり寄っておねだりするんだから、ちょっとだけ待ってて。今のは違う、あ、違う、